おはよう。あと2日ぐらいで出荷です。大きくなった。庭のカカオ食べます。種はこうやって放置して、また溜まったら洗って、いってチョコレートにします。甘酸っぱくて美味しい。昔はこの戦車みたいな車でね、豚小屋まで餌を運んでたみたいです。川も浅くて道があったらしいので、今は手で運ぶしかないですね。はい、ミニちゃん、ミニちゃん、掃除後の餌やりです。すごい叫びます。怒ってますね。餌を早く早く餌を早く餌をくれと怒ってますね。はい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 。おはようございます。おはよう、おはよう。いよいよね、明日の朝出荷です。果たして体重何キロだろうな。ネズミを捕まえたい、ミニちゃん。朝5時、今日は豚の出荷をするので、朝早くね、豚小屋に向かいます。なんか夜みたいですが、朝です。早朝です。フィリピンのいいところはね、あったかいので早朝でもね、寝起き早く起きれることですね。日本の冬とかだともう布団から出たくなくて、本当に朝起きるのがね地獄だったんですが、フィリピンではねそういうことがないので、まあ自分としては楽ですね。おいワンちゃん、危ない。家に到着しました。体がねキンキンに冷えたので、コーヒーを作ってます。寒い。豚を運ぶトライシクルです。一頭ずつ橋を渡って、橋の向こうのトライシクルまで向かってます。待機。
だんだん穴を掘ってこう潜り込んで巣、豚の巣みたいになってきました。すごい見えるかな、そこ。もう完全に枯葉とか竹の下に潜り込んじゃいました。茶色はディロックって言って、茶色の豚は野生イノシシの血が強いみたいですね。だからすごい強いし、ああいうね、野生っぽい動きもしますね。快適な家ができたみたいな感じ。無事発見しました。よかった。まねー。かわいいね。はい。今日はずっと動画の編集とか、YouTube の細かいね作業をして、お昼ご飯です。お昼ご飯よくわからないですが、レシピでねちょうど材料あった。麻婆豆腐の、まあこれ豚ひき肉じゃなくて牛ひき肉ですね、と玉ねぎと、まあ、麻婆豆腐のタレ、豆板醤とかね甜麺醤みたいなのがあったので、それにね、そばを混ぜて食べようと思います。はい、そばね、めんつゆがあったらよかったんですが、この前スーパーにね、めんつゆ売ってるスーパー探しに行ってもね、なかなか見つけられなくて、とりあえず麻婆麺にします。で、そばこんなにね、3束入ってる、ダイソーで売ってたそば3束で 70% オフでね、こんなにあって60円ぐらいでした。まだねストップしてあります。よっ、よいしょ、 70% オフ、うん、ちょっと食べましたが普通に美味しかったですね。めんつゆでざるそばでずるずるいきたいっていう感じです。はい、それでは料理していきます。赤ちゃんがめちゃめちゃ元気に蹴ってるみたいで、さっきからうーって叫んでも元気で何より。はい、麻婆麺できました。麺がね圧倒的に多すぎて、これは後で、まあ、醤油とね、ゴーマンの醤油とこの本だしちょっとあるので、これで簡易で麺つゆでも作ってね食べようと思います。はい、赤ちゃんがお腹を蹴って蹴ってして、お腹すいたって言ってるので、奥さんも早速ね食べようと思います。うん、やみー。オンラインで飼ってる赤ちゃんのグッズが届きました。これなんだろうな、奥さんの多分ブラジャーかな、赤ちゃん用、赤ちゃんミルク与える用の、これね、赤ちゃんのバスタオルとか、新生児の手にね、手足につけるやつとか、こういう赤ちゃん用のバッグとかもね、オンラインで買いました。セールになってたりとかでね、ほんと安かったですね。全部、このバッグとかも1000円ぐらい。うん。徐々に貯めていってます。これ赤ちゃんが抱っこする、なんて言うんだろうな。抱っこするやつ。お散歩がてらお買い物に行きます。Ada ni saya ais tak man?
アイスクリームが食べたかったんだよね。よかったね。魚の、小さい魚の素揚げとトマト醤油ソース。いただきまーす。いただきます。美味しいです。おはようございます。12月2日木曜日、今日はね、朝から土砂降りで、今はちょっと曇ってきましたね。雨は止んで、はい。で、今日も朝から動画編集とか、あと動画編集の仕事を探す、仕事をするための勉強とかね、していて、まあそれね、始めてまだ4日目5日目ぐらいなんですが、今2件ね、2つの案件からお話があって、動画編集の仕事がこのままね、見つかって続けていけるといいなと思っております。はい、今日はね、朝ごはん、ゴーヤをね、昨日野菜市でたくさん野菜仕入れてゴーヤを買ったのでね、あと卵は、義理のお父さんが飼ってる鶏からね、新鮮な卵をね、たくさん20個以上ね買ってきたので、ゴーヤチャンプル作ろうと思います。はい、ご飯が炊けるのを待ってる間に1個ね、動画編集の仕事が、トライアルだけど決まりました。これで、トライアルも、まあ、無事合格したら、長期間ね、動画編集で、稼げるようになると思います。はい、じゃあゴーヤチャンプル作っていきます。はい、奥さんはね、ゴーヤ赤ちゃんにあんま良くないみたいって言ってたので、目玉焼きを作ってます、奥さん用に。日本ではね、多分これ目玉に似てるから目玉焼きっていうと思うんですが、海外ではね、これサニーサイドアップって言います。レストランとか朝食メニューとかでね、サニーサイドアップってあると目玉焼きのことです。はい、まあ多分日の出とかね、そういうのに似てるからサニーサイドアップって言うんだと思います。油跳ねが怖い。目玉揚げですね。いい感じにできました。じゃあいただきます。さっきね、また別の案件の、打ち合わせ、1時間半ぐらいかな、電話して打ち合わせをして、終わったので奥さんとまたお散歩行きます。エクササイズ、エクササイズ。このところで誰もいないけど、どうした、待ってんの。セブンイレブンのツナチーズメルト肉まん、いっちゃってください。チーズ、おいしい。お気に入りのライチジュースが半額で30円でした。帰宅、晩ご飯はチャーハンを作りました。スプライス、曇ってる、いいよ。美味しい。最近ほっぺをよく噛んで、毎回食べるときこの痛って言ってます。はい、いただきます。はい、ということでね、今日は、狂犬病のワクチンの女の子ですね、番犬に噛まれてしまった女の子を病院に連れて行く最後の日ですね。4回目のワクチン、これで、最後の注射になります。その子を、
はい、病院に連れて行ってまた家に送り返して、でその後ね、今日はなんと親戚のね赤ちゃんの1歳のね誕生日パーティーがシティのね、もう本当にシティの奥の奥の方であるので、そこにね、義理のお父さんお母さんと一緒に向かいます。はい、今日はおそらくバイクで80キロ以上大移動になると思います。はい、では今日も頑張っていきます。病院到着。はい、病院に送ってまたね、うちにまた送って、今からね義理のお父さんとお母さんの家に行って、みんなでね、わわわ、みんなで、1歳の赤ちゃんの誕生日パーティー行きたいと思います。はい、アパートに帰って奥さんをピックアップしてからお誕生日会のね会場に向かいたいと思います。はい、1時間少しかかってね会場到着しました。11時からなんですが、もう11時半ぐらいですね。少し遅れちゃいましたが、まあ、We pray for good health. We pray for strength and wherefore. よく張っていっぱい取っちゃいました。美味しそう。帰ってきました。今日1日で 94.5 100キロ近く走れましたね。お疲れ様です。お昼ご飯はルンピア、普通の春巻きですね。こっちではルンピアって言います。にご飯と大根とトマトの酢の物サラダ、ソースはね、スイートチリとかケチャップとかマスタードとかとんかつソースとかいっぱいあります。マントマスっていうね、なんだろうな、グレイビーソースみたいなのもあります。はい、じゃあいただきます。いただきます。うん、おいしい。青トマト、うん、シャッキシャキで美味しいです。はい、5時間ぐらいね一気に作業しましたが、まだもう少しで終わりそうなところまで来ました。奥さんがねお腹空いたということで晩ご飯作っていきます。はい、晩ご飯は、薄切りのね豚肉をカリッと炒めて、チュンゲンサイ入りの卵をで閉じる豚肉玉閉じ卵焼きです。お好み焼きみたいになりました、うん、卵とチンゲン菜と豚肉だけです。いただきます。うん、おいしい、おいしい。